はい、酒好きの新潟人の飲酒動画。今日は、第3のビールです。麦とホップ新しいのね、紫色の、麦とホップザ・ゴールドの、コクの極み。これ昔ね、なんだっけ、キャンペーン限定の、キャンペーンで応募しないともらえないやつだったんですが、今は限定醸造になっております。アルコール度数 6%。原材料が、発泡酒、かっこ麦芽とホップと大麦とスピリッツ、かっこ大麦です。リッチゴールド麦芽×ゴールデンアロマホップ一部使用だそうです。もう普通に売ってるもんね。まあ冬とかだけだと思うんですけど、普通に売ってましたね。ダメだった。あんまり泡好きじゃないんで。泡好きじゃないんで。泡、ビールの泡好きじゃないんで、これ。なんか、まずい。まずい。なんかまずい。それじゃあ乾杯。うん、なんかあれだね。まろやか。まろやかな味わい。がするね。コクの極みっていうほどコクはないかな。コクはないんじゃないか。すっきりしてる。飲みやすい。なんか、癖がない。うん。癖がないね、これね。うん。癖がなくて、なんか、すっきりしてるっていうこともないけど、すっきりしてるっていうよりは、なんか、クリーミーっていうのかな。なんか、マイルドなんだ。口当たりっていうか、喉越しっていうか。あ、わかったわかった。書いてねえな。麦と。幻のコク、ついに発売。って書いてあるんだけど、何にも書いてない。商品情報何も書いてない、これ。なんじゃそりゃ。コクの極み。極みと。うん、ちょっとね、マイルド。で、それでいてアルコール度数が高いんで、ちょっと、なんか、力強い感じ。札幌ビールは新ジャンル、の麦とホップ、コクの極みを11月の25日に数量限定で発売します。この商品は本年夏のマイレージキャンペーン景品としてご好評いただき、昨年、麦とホップで実施したマイレージキャンペーンの約2倍となる お申し込みを頂戴しました。また商品の発売を心待ちにする声も多く寄せられたことを受け、発売することにしましたと。中身の特徴が、麦とホップザ・ゴールドの厳選素材と製法はそのままに、麦とホップブランド
原爆銃エキスの濃度の比較において最高のコクを実現。ボディ感のあるしっかりとしたコク飲み応え。普通のね、麦とホップのザ・ゴールドに比べるとね、確かにちょっとコクがあるっていうか、普通の麦とホップザ・ゴールドはちょっとコクがないっていうか、結構ドライな味なんだよ。うん。これよりもさっぱりしてる。で、それに、その普通のやつに比べて、コクと、多分度数も違うから、度数も多分 1% ぐらい高いんだよ、これ。6% とか。多分普通のやつが 5% なんだよね。で、プラス、なんか、マイルド。コクに加えてマイルドさが増してる。ちょっとクリーミー。ちょっとクリーミーっていうか、クリーミー、なんか小麦っぽい。なんか小麦っぽいな。まあ大麦しか入ってないんだけど。大麦なんだけどさ。小麦ビールっぽい。なんか、夜な夜なエルちゃうわ。なんだっけ。よくある小麦ビールっぽいマイルドさが若干あるね。それはある。と思います。まあそんなとこかな。まあうまいですよ。普通に。普通にうまいです。うん。ただ、普通の、麦トップのザ・ゴールド。もう、ドライなんで、まあ、それとそれはまあ、良さが、ね。こっちもいいだろうし、普通の麦トップのもうまいし、っていう。感じでしょうかね。まあまあまあ。さすが麦トップ。安定したうまさがあるね、と。いった感じでしょうか。うん。ただ、まあ、悪くはない。普通の第3のビールの、まあ、まあ味っていう感じの。普通の第3のビールで、まあ、特にそこまで、うめえとかいうレベルではない。ですね。なんだっけ、俺が、あれ昨日だったか、一昨日だったか飲んだ。あら、なんだっけ、忘れてた。何だっけ。あ、ブラウンベルグね。ブラウンベルグの方がはるかに美味しいのは確かです。まあ、ただブラウンベルグはブラウンベルグで、あれはまあ、まあちょっと方向性が違うよね。ブラウンベルグの味と、やっぱ方向性としてはこっちの方が、第3のビールで言うとスタンダードな。あっちはね、ちょっとね、ブラウンベルがちょっとね、あれはちょっとやばいですね。あれほとんど、まあ言うても、まあ第3のビールってこんなもんですよ、大体。こんなもんですよ、味としてはね。
ちょっとブラウンベルグが化け物なだけで。これ至って普通のね、うまさっていうか、普通って言っちゃ悪いけど。まあ、ブラウンベルグにはもう、勝てんでしょ。まあ、同じ札幌ですけど、ね。まあまあまあ。かといって、これをわざわざ検証で買って飲んだ人には悪いですけど、まあ、大したもんでもねえなと。こんなもん検証で買ってもなっていう感じではあると思うけど。俺は応募しなくてよかったですよ。普通に買えるんだから。一本飲めばもう大体、ああ、まあ、もういいかなって。いう感じですわね。まあ、割かし普通の、うん、味ですね。割と。まあ、普通の麦とホップに比べれば、まあ、うまいかっていうと、いや、別にそうでもないかなって。普通の麦とホップとちょっと味違うから、こっちの方がやっぱ若干コクがあるからさ。っていうより、麦とホップの通常のやつは結構コクがないんで、ドライなんで、それはそれで美味しいんですよ、やっぱり。うん、それはそれで美味しいんだけど、まあ、これは、まあ、これで、まあ、って感じかな。うん、まあ、ちょっと悩むけど、まあ、悩んでるってことは大したもんでもないってことです。3333です。ご視聴ありがとうございました。